分トリニータが J1 に復帰するまで、 J1 から短期間で J3 まで降格してしまった大分トリニータは2016年から再び上昇気流に乗っていきます。その立役者がこのシーズンから監督に就任した片野坂監督でした。何度か昇格圏からも外れて苦労しましたが、残り2試合の時点で首位に立つと最終節も勝利して J2 復帰を決めました。首位にいたのは開幕3節目と最後の2節だけと、シーズンの大半を2位で過ごし、年間7敗と決して圧勝とは言えない苦しんだシーズンでしたが、この経験が大分を蘇らせました。2018年は最終的にリーグ最多得点となる攻撃サッカーが爆発、順調に勝ち点を積み重ねて首位で前半戦を折り返すと、シーズン中盤は対戦相手にも研究されて順位も落とすことになりますが、ここで J3 で培った粘り強さを発揮、相手に合わせて戦術をうまく変更していき、選手もそれに応えて再び勝ち点を伸ばしていきます。最終的には優勝は勝ち点1差で松本山雅に譲りましたが、2位から4位が同じ勝ち点で並ぶ大混戦を得失点差で制して、 J3 からこれまた一気に J1 へと返り咲いたのでした。 J1 では3シーズン戦い、2022年からまたも J2 となってしまいましたが、その間に天皇杯準優勝など印象的なシーンを残した大分トリニータは、これからも私たちサッカーファンを魅了してくれることでしょう。